皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業5年以上の経験があるが今業績に伸び悩む先生の3つの特徴ということについてお話をしたいと思います。私のところのクライアントさん、初めて開業するような会社員からの転身だったりとか、パートさんからの転身、主婦からの転身という方もいらっしゃるんですけれども、どちらかっていうと先生業をやっていてですね、さらに伸ばしたい、ないしは、若干業績が落ちてきてるんでそれを V 字回復したいといったタイプの方が多かったりするんですね。で特に5年教室がやれてるっていうことは、それだけで実際は本当は素晴らしいんですよ。1年以内で廃業する方も結構多いので、そう考えると5年続くっていうことは、まだ本来は伸びしろがあるし、お客様に支持されるリソースですね、スキルも含めてなんですけどをお持ちだということになってます。でそういう先生を見るにつけて、その伸び悩む原因があり、そしてその伸び悩む原因を、こういう方向で解いてあげればというか、実際私が当然アドバイスはしてるんですけれども、ある方向性が見えてきましたので、その解決策も含めてですね、本日はお話をしてみたいというふうに思います。まずですね、経験があるけれどもスキルもあるし生徒さんもそこそこいらっしゃるんだけれども、業績に伸び悩んでる先生が持ってる3つの特徴っていうのがあるので、先にその結論からお話をしたいと思います。まず1つ目、時代の変化のキャッチ不足です。2つ目、講座の乱立と低価格運営、これが2つ目です。3つ目、お客様の心理のつかみ損ね、この3つが大体大きな要因になっているケースが多いです。なのでそれに対してどういう対応策を私が主に具体的なアドバイスをしているかというのをこれからお伝えしていきたいと思います。まず1つ目ですね、時代の変化のキャッチ不足っていうことなんですが、これどういうことかっていうとですね、割と長い先生は、時代が良かった時代に教室業をやってる方が多いんですよね。良かった時代っていうのはどういうことかっていうと、そこに教室があるだけで人が集まってくる、ないしは、教室が少ないからその先生がいいという評価を友人知人からもらった場合の口コミでどんどん生徒さんが入ってくる。あとは一人で参加っていうよりは、一緒に来いよ一緒に来いよとこうリーダー的な存在の方がですね、誘ってくれてグループ5、6人でごそっと入ってくるとか、そういうことが頻繁に起こっていたのが、その10年とか15年とか前の先生のところにいらっしゃってるお客様、生徒さんの特徴です。ですので、その世代というのは当然私たちよりもさらに上っていう世代で、横つながりのコミュニティが非常にある、みんなで行こうよみんなで行こうよワイワイっていう、そういったコミュニティがもともとある世の中の、お付き合いの中で教室業っていうのが成り立っていて、でかつ教室っていうものが少なくて物珍しくって、その体験をすること自体が楽しいよねという時代だったので、言葉は悪いですけれども本当に何もしなくても集まる状態だった教室もあります。もちろん努力をされてちゃんと宣伝の努力をして集めてるっていう方もいらっしゃるんですけれども、そうでない場合にはですね、当然そういう方がいなくなる、要は年齢高齢でそういう教室に行ってる場合じゃなくなる、体調が悪くなるとかっていうのは通わなくなる、いっぱい生徒さんを誘ってきてくれるようなリーダー的存在の方もいなくなる、教室は増えていくということになった時に、普段から集客ということを経験していない状態でいきなりこう人がいなくなっていく局面に接してしまうわけですよね。そうすると当然その本来は時代が変化しているので、待ってるだけではどうにもならないっていうことを自覚して動くっていうことをしなくてはいけないんですけれども、前は来てたのに来なくなりましたっていうのを、自分が積極的に集客をかけているではなく、その講座の内容が悪いんじゃないかとか、
まあ、場合によっては立地が悪いんじゃないかとか、ね、そういう違うところに要因を求めてしまって、根本的な解決ができてないケースが結構多いんですよ。特に口座をいじってしまう方が多いですね。口座はいじる必要はあるんですよ。あるんだけれども、集客しやすいいじり方をしないと、当然人は来ないので、自己判断で、じゃあこういうもっと私資格取ってきて、その資格に沿った講座を作ればきっと人が戻ってくるはずっていうふうに判断するのは早計ですね。その講座の魅力がないから行かなくなったわけだけじゃない可能性がありますね。もっと魅力的な教室がいっぱいできちゃったからっていうのも要因の一個になります。古い方はその事実を認めたがらない方もいらっしゃるんですけれども、あえて辛口でお伝えしますけれども、それ事実なんですよ。ってことは、自分がどんなにその当時人気で教室運営できていたとしても、それはある一定のコアなコミュニティの中だけだったっていうことを、悔しいかもしれないけど認めないとですね、認めたところから再構築スタートしないといけないので、全否定するわけではないんです。だけれども、時代の変化をやはり感じながら教室をリニューアルをしてこなかった方が結構多いんですね。私が知ってる、ずっとずっと10年以上人気の教師の先生は、時代の変化を捉えながらいつでも教室リニューアルしてる方たちでしたね。ですからその方たちっていうのは、前に生き続けてるし、人気であり続ける理由っていうのは常にリニューアルをし続けるからです。で、大概そういった状態とお話になった時に、状況をお伺いすると、5年ぐらい講座何もいじってませんとか、ホームページも手を入れてませんとか、ホームページあればまだいいですけれども、なくてもう本当にブログだけちょっと書いてるだけです、昔は来てたんですけどねっていう方もいらっしゃるので、これはやはりよろしくないですよね。今の時代はどういう時代なのかっていう社会情勢もですね、把握しないといけないんですよ、教室業って。やっぱりその世の中の情勢があって、その中の一部の娯楽ですね、ある意味趣味的な部分の楽しみのために通うのが教室であるっていう一つのカテゴリーなので、もちろん切羽詰まったような内容のために習いに行く教室はまた別カテゴリーですよ。私の低糖質のパンのクラスなんかは、それを食べないと体に良くないっていう、だから必死にレパートリーを覚えたいっていう人が来るっていうと、ちょっと切実な部分が出てくるので、娯楽の領域とはちょっと違ってくるんですけど、大抵教室というのは楽しいもので、知識を身につけたり、その空間と時間を楽しんだりという娯楽の領域であることが結構多いので、そういう意味ではですね、時代の変化をちゃんと理解して、それを教室に取り込む必要があるので、伸び悩んでる人の大きな特徴の一つは、時代の変化を捕まえていないというのがまず1点目です。2点目は講座の乱立と低単価運営ですね。これはですね、ほぼほぼ大体10年くらいの先生とか、まあ5年でもそうなんですけど、私のところにご相談いらっしゃる時に一番最初に手を入れる場所ですね。講座がですね、多いんですよ。なんでそんなにいっぱい教えてるんですかって聞くと、いや生徒さんがそれ習いたいって言ったから、これが人気だって言って、その時代の流れに乗ってみたからとか、まあいろいろと事情と理由はあるんですけれども、まあ、私がよく読んでいるデパート型、要は1階から8階まで品揃えしてますよ、だから1箇所に来て帰ったらいいですよっていう、まあ、デパート型の運営になってる教室が多いのも特徴の1個ですね。デパートはそのやっぱり物がなかった時代で、そこに行けば買えるみたいな、1箇所で買える便利さとかがあったんですけど、今は物はどこでも買えるし、ネット通販でも買えますので、そうなると価値が出てくるのは、自分にとって心地いいものは何なんだろう、自分にとって必要なものは何なんだろう、これ高い安いにかかわらず、まあセレクトショップって言われてるものとかが台頭してきたりとか、その商品に特化したものだけを売っているような専門店に人が行くようになっていく。それは
やっぱりお店とか物があふれて、それが細分化しないとどうしようもないような状態になったからですね。で、そうなってくるともう百貨店に買いに行く人とかもいなくなってくるので、百貨店の倒産とかもね、結構一時期続いた時期があったと思います。なのでこれもまあ時代の変化ももちろん入ってくるんですけれども、口座をですね、どっかで一回整理しないといけないんですよ。やりすぎてると、その準備も大変ですし、実は集客がとても大変です。違う口座を違う何個も持ってると薄く広く集められそうな幻想を持つんですけど、そんなことはなくて、いっぱい持ちすぎるとかえってこうピンポイントで集客しなきゃいけない人へのメッセージを送ることができなかったりするので、そういう意味ではですね、非常によろしくないですね。だから一回整理しないといけない。残すべき口座と、あと自分の得意に見えてお客様が来やすい口座を残す必要があって、それを枝葉を切り落とす作業がまあ一つ一つ必要になりますね。で、あと同時に大概昔からやってると、まあ、仮にそれでずっと満席だったりとかした場合がですね、まあ、やめられないんですよね、その金額を。金額を上げた途端にお客さんいなくなると思っているので。で、確かにいなくなる時もありますけど、いなくならない時もあるので、大概そういう低単価で続けていて、口座いっぱい持ってる先生はほぼほぼ皆さん同じことを言うのが、私何のためにやってるかわからないほど忙しいのに全然手元にお金が残りませんっていう方が結構多いんですけども、忙しいのはやっぱり口座いろんな口座の種類やっちゃってるから、段取りは同じ口座の方が段取りは取りやすいから、本当はそこに揃えていくべきだし、あとは生徒さんの意見を聞きすぎて日程をたくさん立てすぎてる。要は本当は1口座に4名入れるのに、極端な例で言うと、その口座を習いたいっていう生徒さんの都合で集客をしちゃうと、1111って4日を潰すことになってるような運営をする先生もいます。で、そこを断るっていうか、この日に寄せてもらえないかっていうふうにお願いして、入らないと1人逃すから惜しいからってやると、その効率が悪い口座をいっぱい作ることになって、本当は余暇が空くはずなのが空かない状態での運営になるから、悪循環の繰り返しなんですね。ですから口座をたくさん持ちすぎている方は、まずそれを整理することを始めなくてはいけないっていうことですね。で、その時同時に、まあ、価値ある、そのお客様にとって価値があるような口座を作ることを、まあ、リニューアルの時にはお勧めしていて、世の中の情勢も含めてなんですけどね、価値があるものを作ることができると低単価から逃れることができるので、月の稼働日数が減っても売り上げは下がらないとか、月の稼働日数に合わせてもしも集客ができたら単純に売り上げも上がるので、ここはコンセプト設計とか、まあ、いろいろ考えなくてはいけない部分とかもありますので、一概には言えないんですけれども、一番最初に手を入れる場所が大体ここですね。はい。そして3つ目です。お客様の心理のつかみ損ねっていうことなんですけど、これは集客の方もそうですし、制約の方も両方ですね。集客と制約両方ともお客様の心理と向き合いながらやっていかなくてはいけないので、集客の部分でいうと、例えばコピーライティングと呼ばれる文章の部分ですね。どういうことを外向きに発信して、どういう内容であればお客様は興味を持って見てくれるんだろうかとか、大概長くやってて内部の方だけで回してる方っていうのは、業務連絡事項レベルで何日にこれやります、来たい人どうぞみたいなぐらいでやる方多いんですけど、それでは新規の人は捕まえることはできないので、新規の人が一番知りたいのはメリットですね。その教室に行ったらどんな自分って嬉しいことあるのっていうことが、最低でも募集告知文には盛り込まれていないと入ってこないですよね。だからそのあたりも書いたことがないんですよ、そもそも。内部の人だけで回ってた経験が多いから。と、あと新規を積極的に自分が捕まえようっていう気がないので、お客様の心に寄り添うっていうふうに
どういうふうに考えるんだろう、どういう言葉なら喜ぶんだろうっていうことまで考えてブログを書くとか文章を書くっていうことはあまり してきてないので、できないんですよ。してきてないから、分かったらやればいいだけなんですけど、してきてないのでできない。となるとお客様の心をつかみ損ねるので、そういったものを勉強してちゃんとできてる人たちも世の中にはいるわけですよね。でそういう人の文章の方が分かりやすいし、写真も素敵ねとか言うとそちらに行ってしまいますので、まあ、集客の部分で損してる部分があるっていうのと、あと制約もですね、制約っていう概念がなくてただ入ってきちゃってたんですよね、予約が当たり前のように。だから自分がその人の悩みないしは欲しいもの、実現したいことを聞いてあげて寄り添って、それがうちの教室だと実現できるよっていうことを口で言わなくてもいいんだけど、態度で見せてあげるということが必要になってくる。制約のスキルとかも必要になってきちゃうんですよね。それも心理戦になります。お客様の心がどこにあって何を伝えれば喜んでくれるのかっていうのを読み込みながら体験会作ってみたりとか、紹介文章を作って実際に会った時にお話をするっていう時に信頼してもらって、ああこの人に習いたいっていうふうにするかっていう、このあたりはお客様の心理をつかまなくてはいけないので、これを考えるっていうことをやってこなかった方が多いのが5年以上10年とか15年とか経ってる先生に非常に多い特徴になります。ですので例えば私が手を入れる場合にはまずリサーチから始めます。要は時代の変化をご本人が分かってないわけなので、競合他社の状況とか世の中は一体どういうスキルとどういう教室を求めるのかっていうお題は出すんですけれども、それに沿って調べていただいて、でかつ、その中のその先生の得意分野ですね、この時代で求められている得意分野をさらに際立たせて外向きに見せるためにたくさんある講座を切っていきます。これに特化するために。それを嫌がる方も非常に多いんですけど、今までやってそれを切ってやり直したことでほぼほぼ皆さん業績回復どころか2倍とかになったりとか、当然なんですよ、そこに集中して集客かけていくから、当たるところを狙って講座を作っていきますので、それをやると業績が一気に回復したりします。で同時に低単価っていう手元に収益が残らないっていう残念な状態も、魅力ある価値ある講座を作ることによって単価を上げても人がいっぱい来るっていう状態を作ることはできますので、まあ、ここが多分おそらくコンサルとしては一番力の入れどころになるんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけどね。あと3つ目はお客様の心理のつかみ損ねっていうのは、これは実際に動いてみて失敗とかをしながら反省して前に進むっていうことですね。あらかじめ分かっていることの心理戦の心理を伝えることはできるんですけれども、これは自分でやっぱり感じながら進んでいかないと身にならないので、机上の空論ではあまり意味がない感じになります。ですので集客の方はまだしも制約の方が弱い方非常に多いですね。やっぱり10年過ぎの方は制約っていうスキルなくても決まっちゃってたから概念がわからない。どうやったら人の心が動くのかとか、どういう見せ方だと自分の教室って魅力的に思ってもらえるのかがわからないから制約ができないって方は非常に多いです。集客はできてるけど制約ができてないっていうのはめちゃめちゃ残念ですよ。体験会に人が来るけど決まらないとか、要はそこは体験会に来た時に期待したものと提供するもののギャップがあるから決まらないんですよね。ってことはどうすればギャップがなくなるのか、どういうふうにお客様を、説得じゃないんですよね、何を期待してるかを察知してそれをこういうことができますよ見せていけばいいだけなので、自分に合ったお客様をもともと集めているのであれば、それをやれば決まっていくし、逆に自分に合うお客様を集めない、失敗しちゃったっていうか、文章の書き方によって自分が望まないお客さんを集めてしまうこともできてしまうので、それになった時には制約のところで決めないようにすればいいだけなので、これもコントロールできないと、なんか全然文句ばっかり言う人入れちゃったんですよとかいうこともあったりします。それはそのお客様が悪いのではなく、そういうタイプの人を引き寄せたって
っていう文章であったり集客の入り口があって、でかつその人を受け入れると決めた先生に問題がありますので、その方を受け入れないというのを決めればですね、その気の合わない人がそこにいるということはおそらく本来はないはずなんですよね。ですけど、まあ、優しいのと、あとまあ評判とかを気にしてここで断るっていうのはないよねっていうことになってしまうと、そのまま受け入れることになるので、まあ、それによってむしろ神経が疲弊してしまっている先生もいるのも事実です。はい、ですからまあ今主に3つの要因をお伝えしたんですけど、どのみちリサーチをされてない方がまず多いのと、あと講座の整理ができてないので時間がなくてその前に進めないっていう方も多い、値段が安いとか、であとさらにお客様の心理を掴んでそれに沿ったご紹介文とかを作っていく、このあたりがまず伸び悩みから脱出する上では非常に大事なスキルと対応なんじゃないかなというふうに思ってますので、これは実体験で私が見てきている生徒さんが V 字回復している人は皆ここのあたり私が手を全て入れているので、それに沿って皆さん活動と行動していただいて成果が出ているので、きっとそれは間違いないんだろうということで、今回お話をさせていただきました。伸び悩んでいる方、何かねご参考にしていただければというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは。